そうやろう、そうやろう、またこの世界は。そうやろう、そうやろう、本当にこの世界はどうして君がいないの、oh、 涙で景色が霞むよ。はい、ということでね、いきなり歌い始めても何のことやらって感じですけど、いいんです、これは私のチャンネルなんで。あの、なんか72万人チャンネル登録突破してありがとうございます。なんか皆さんたくさんチャンネル登録していただいて、街でね結構ね言われるんですよ、 YouTube 見てるとかね。でね、見てない人もいて、なんかこう話になった時にチャンネル登録してくださいねって自分で宣伝してるんですよ。はい、偉いですねってことでね。はい、そうですよ、ね、もうちゃんと YouTube 動画上げてるでしょ。結構忙しいんだよ、あの舞台とかやったりとか。クソ野郎と美しき世界も本当にたくさんの、仲間と、そしてうん、本当にいろんな方が、劇場に足を運んでくれて、最初はね15万人目指して、もうそれどころじゃない20万人だった。本当にたくさんの方が劇場に足を運んでいただきありがとうございます。さあ、ということで、今日はね、もう間近でしょゴールデンウィーク皆さん。そうなんだよ、もう暖かくなってきて、暖かくなってるのにこのライダースを着てるっていうね、いいでしょ。いいの、好きなのか、この革好きなのか、革がそう、これ好きなの。あのね、さすがに真夏だとちょっと着れないんだけど、今度さあれもやろうよ、だから好きなライダースを並べてさ、僕がそれどれが好きかみたいなやつもやります。この辺もすごい気に入ってて、うん、ポケットが、この間のね、洋服の時まで、ポッケがこれ、ジップここついて、ここもついて、ここもついて。ね、これ。まあ、このライダースはすごい好きなんで、うん。まあ、ちょっと話しちゃうとね、本当に、すごいポッケが便利で、こっちも、内ポケもついてて、これすごい好きなの。なんか、真夏で外とかね、まあ、さすがに着れないけど、結構なんていうのかな、冷房とか入ってて寒いじゃないですか、建物とか入ると。だからね、いいんだよ一年中革とか着て。はい、そうだよ、日本はちょっと湿気があるからねあれなんですけど、ハワイとかみんなよく行くんでしょ。僕あんま行かないんですけど、なんかハワイとかさ行くとさ夜涼しいじゃん、革ジャン着れるでしょね。なんでハワイなんだっつうか。さあ、ということでね、話は戻りまして、こう、さあってやってもね、ここで別にね、あれで、ね、編集して、そこに飛ぶわけじゃないんですよ。これ全部使えますから、こういうとこ。はい、そうなんですよ。ゴールデンウィークっていう言葉が出まして、まあね、こんな、暑いの、着てるけど、T シャツ1枚なの。そう。だから結構好きなね、革ジャンとか着れるの。そう。で、今日はゴールデンウィークに着たい T シャツを紹介する。はい。じゃーん、ここもう見えてるでしょ。これ持ってきたのよ、自分の家から、うん。家じゃなきゃどこにあるんだって話だけど。それぞれ紹介していきたいんだけどね。これ全部好きなの、これ。これ好きなの、これ。もう、何年も着てる、これもうボロ着ですけど、僕にとってはもう宝物なの、これ。もうじゃあ上から行こうか。これ見て。これ。ゴッドファーザーの、これ。多分なんかノベルティのやつ。チャララ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 。合ってるかな、そんな感じでしょ。ゴッドファーザー好きなの。うん。これ、売ってないと思うよ。これはね、実はね、俳優の宇梶さんからもらったの。25歳ぐらいの時に、僕が。あの、スターの恋っていうドラマやった打ち上げの時にね、宇梶さんが持ってきてくれたの、これ。これすごい気に入ってんの、これ。ゴッドファーザーの。見たことないもん、これ。ずーっと持ってます、これ。大好きで。ありがとう、宇梶さん。はい。
これね、これもゴールデンウィーク切ります。ゴールデンウィークって何日休みなの？5日間ぐらいあるんですか？ある？じゃあこれ絶対これ 1日目切る。そしてこれ、あ、これ俳優つながり、これこれ見て、これ僕の大好きな浅野忠信さんからもらった T シャツ。これこれ浅野さんが描いてる絵なんだって。昔なんかこうブランドみたいなのやってて、このなんか微妙な色が好きなの。このでこの浅野さんが多分手書きで描いたであろうね、このいいでしょ、この意味が分かんないこの絵が。よーく見て、でで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 、あ、これも好きなの。これももうこれすごい着てんの。これこの間だからクソ野郎と美しき世界で浅野さんとね、あの共演させてもらったんですけど、その時に言った、うん、この T シャツこれ好き、もらったやつ、これ。はい、これゴールデンウィーク2日目いきまーす。まあそんなこと言いながら着ないかもしれないんだけどね。まあそれはさておき。そしてね、これこれはね、いわくつきのね、これカート小判、うんね、これこれね、慎吾がね、香取慎吾がね盗んだ T シャツです。僕から盗んで、いつの間にか着てたんだけど、サイズが合わなかったらしくて僕に返したという。なんか最近このピンクのカート小判の T シャツないなと思ったら、慎吾が家に持って帰った。なんてことすんだ。いやー、はい、カート小判ね、なんか伝説のね、あれですね、ロックの人でしょ。あんま知らないんだけどね、雰囲気なの、声の、声のなんか27歳ぐらいで亡くなっちゃったんだよね、多分ね。うん、そう、伝説の知る人ぞ知る、僕はあんま知らないんですけど、かっこいいでしょ。なんか全然最初だって、これ昔、これ10年ぐらい前の、これ10年ぐらい前、この人知らなくて、カート小判って。なんかこのピンクの感じとこの変だなと思って、かっこいいなと思ったら、後にカート小判と分かったっていう。はい、それ3日目。それでね、こっからはね、いろいろあるんだけどね、まずね、スヌーピー好きなの。これ見て、これ最近ね、あんま古着ないの。これすごい可愛くない？これすごい好きで、これも10年ぐらい着てる。これ昔笑っていいと思う、久本さんと共演してる時に久本さんがいいねって言ってくれた。なんかさ、昔結構あったんだけど、今古着行ってもあんまない、スヌーピー。これこれもスヌーピー、あれは結構着てるね。見て、ほらほら、こういうの昔いっぱいあったんだけどね。これスヌーピー、これスヌーピーシリーズ自慢しちゃうよ。これ結構ないんだよ、これ80年代ぐらいなのかな。これこれよく着る、多分ね、ファンの方はよく知ってると思う。プスマとかでもよく着てた、これ好きで。なんか可愛いでしょ、寝っ転がってスヌーピー。これもゴールデンウィーク、もう何日休みなんだよ。1,2,3,4,5,6、もう7日、もうゴールデンウィーク終わっちゃってんじゃん。はい、これもスヌーピーシリーズ、これも好きなの、すごく。これベッキーって人が着てたのかな、なんかね、名前。こんなとこ切れちゃってんの、見て、ほら袖のところ、これ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 で、ここ切れちゃってる、袖のリブのところ、これ直して着ようと思って。これでも好きなんだよね、これ。なんか好きなの、可愛いでしょ、このスヌーピーが。これロゴが、これも上に寝っ転がって、スヌーピー。もうゴールデンウィーク終わっちゃったじゃん、これ8日ぐらいだもん、8枚。これも好き、これもよく着るから、これほら、これ好き、これもね、ほんと好きでね、これ夜タモリでね、あの最後着たかもしれない。はいはい、好きなものをただ言ってるだけなんですけど。で、こっからまた面白いよ。最後にね、一番好きな T シャツを取っといてね。あのね、あ、じゃあまずこれ見せようかな。この色すごくない？これこれ好きなんだけど、こんな人いないよね。この昔あったでしょ、これ、この蛍光の黄色、ダサいでしょ、これダサいけど好きなので、この絵がなんか好き でこの絵って僕がこれマジックで塗ってんだよ、これ色ついてないの、本当は。すごいでしょ、俺が油性のマジックで塗ってんの、これこれ好きなの、この絵の感じと、このダサいこの黄色が好きで、かつ自分でマジックでこれ全部、こういうとこ赤いとこ赤マジックで塗ってんだよ。で、絶対わかんないの、うまいでしょ、全部こういうとこ塗ってんの俺が、こういう水色のところとかも。本当はこのダサいこの黄色で、これしかないわけ、色はついてないわけ。これも全部俺が塗ってんの、この細かいとこが、超細かいとこなんて、ここのこの赤いとこ塗って、赤いとこ塗って、このバイクのライトの黄色いとこも
黄色の無地なのに黄色いライトを塗ってんの僕が。すごいでしょ、わかるこの感じ。超ウケない？ほら、黄色でかつ、これ、ここのライトが黄色なのに、この黄色も僕が塗ってるんですよ、これ。これ黄色の心、メタルのこの警察官も塗ってんの。これ水色も俺が塗ってんのよ。すごいでしょ？これ気に入ってんの。そう。でね、結構ね、T シャツね、自分でね、そう。バイクの絵描いたりとかして見せたけどね、これ自分で描いたんだよ、俺は。いつも絵心でバカにされるけど、これマジックでただ描いただけだよ。どう？いいでしょ、これ。どう？うまいでしょ、これ。僕が乗ってるバイクなの、これ。すごいでしょ、これ。ハーレーの昔のハーレー。1949年のハーレーですよ、これ。これ今はちょっと乗ってないんだけど、それでね、バイクの絵描くの好きでね、これなんかほら見て、白い T シャツにマジックで描いただけなんだよ。今年これ着るから。これ僕が乗ってるバイクなんだよ、これ。ほら、これは Bring me my chariot fire って書いてあるの。炎の戦車って書いてあるの。バイクに名前つけてんの、自分のね。これ1946年のバイクなんですけどね、自分のバイクを T シャツに描いて。いいでしょ、これ。これ自分で描いたんだよ。うまいでしょ、なかなか。で、これと、あと、これなんかすごいよ。自分のバイクをね、こう縦に描いたの、これ見て。わかる？いいでしょ、これ。ほら、ディティール細かいでしょ。そう、これも着ようかなと思ってます。はい。で、最後一番好きな T シャツ。これ。これが一番います。今ってか、すごい好きなの。見たい？見たいですか？見たいですか、皆さん。これまだわかんないでしょ、これ。これだもん。こんなボロボロを。じゃあ、裏から見せようかな。ほら。裏。わかりませんねー。わかる？わかんない。わかんない、まだ。わかんない？これだよ、これ。この黄色のまたダサさ。だけど、前は、じゃじゃーん。マイケルなんだよ、これ。これね、古着屋で買ったんだけど、いつかな、もう10年ぐらいなんかな、もうボロボロで、なんとか直して、もう直さないと思ったらダメだ。もうすごい好きで、これ。このマイケルが。これ見たことなくて、こんな T シャツ。ダサいじゃん。でも、顔がなんかね、これ多分、スリラーの時のマイケルだと思うのよ。これすごい好きで、これ、そう、夏になるとこれ着れるから嬉しいなと思って。これ、まあ、何度かテレビで着たことあるんだけど、このマイケルの T シャツが一番好きです。はい。ということで、結構喋ったかな。ゴールデンウィークこれだともう10日以上じゃないかな。ということでね、うん、なんかまた T シャツとか、なんか着たいものとか、いいね、今度なんかライダースとか持ってきて。はい、ということで、楽しんでいただけましたでしょうか。ご視聴ありがとうございます。それでは、バイバーイ。皆さん、いつも動画を見てくれてありがとうございます。皆さんの意見もお待ちしてますので、 Twitter とか YouTube の方に意見を寄せて送ってください。チャンネル登録もよろしくね。僕はグルチューバーでー。じゃあね、みんなにバイバイって。いつもありがとう。バイバーイ。